台湾メディアのトワントは1日、エグザイルのアキラへのインタビューの模様を伝えた。アキラは最近、台湾が誇る人気ロックバンドメーデーのライブにゲスト出演したり、台南の番組にレギュラー出演したりするなど、つまり、チーリンの故郷である台湾で積極的に活動している。このほどインタビューを受けたアキラは、台湾の番組について、それぞれの良さがある。日本はきっちりしているけど、台湾は割と自由で型にはまらない。でも、最終的にはとても良い作品を作ることができる、と語った。また、結婚4年で、中国語にも耳が慣れてきた、と話す一方、リン、チーリンとは知り合ってから今に至るまで日本語でコミュニケーションを取ること、が多いと明かした。ただ、子供ができたため今では中国語、英語、日本語を混ぜて会話しており、自身も息子と一緒にリン、チーリンから中国語を教わっていると話した。家事については、中華料理や和食など、自分で作る、とし、リン、チーリンがラーメンが好きなためスープを煮出すところから作ることもあるというが、やはり家では妻の方がよく料理をする。彼女もいろんな料理にチャレンジしている、と明かした。リン、チーリンという大スターが妻であることにプレッシャーはないかと問われると、ない、と答え、チーリンが多くの人に愛されているのを知っている。仕事だけじゃなく、様々な面で彼女をリスペクトしている、と語ったという。